お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はね、暗号通貨の専門家としてよりもちょっとね、お遊び程度に捉えていただきたいんですけども、でもね、結果はお遊びじゃなくなるかもしれませんということで、面白い記事を見つけましたので、私も共感するところが多かったんで紹介させていただきます。タイトルとしてはですね、この柴犬コインっていうのを1万円買ってみたらどうかってことなんですよ。で、これを例えばね、10年間の長期投資です。1万円を柴犬コインに投じておいて、10年間ね、ほっとけばどういうふうになるかでしょうかってことなんですよ。で、将来はこの柴犬コイン1円になってしまったらね、例えばざっくりと考えて1000倍ってことなんですよね。1000倍になると1000万円でしょ。まあ老後2000万円とは言わないですけども、何らかの足しになるんじゃないかなってことです。もちろんこの1万円チャレンジを10万とかね、20万とかっていう方もいるかもしれませんけども、あまりね、生活に影響のする金額をやりましょうっていう話じゃないんですよ。なんだったら別に1000円でもいいと思います。でもこの柴犬コインってすでに50万倍になったっていう実績があるわけですよ。この3年4年の話ですよ。だってこれ2019年には存在してなかったコインじゃなかったですかね。実は私もそんな細かくは知らないんですよ。知らないんですけども、そのぐらいがちょうどいいかなと思ってます。例えば草コインの中で私が言い当てたコインの中ではね、 XDC、 ゼンフィンネットワークっていうのが有名なんですけども、これって私がね、仕込んだ当時って YouTube で語ってる人っていうのがほとんどいなかったぐらいの草コインなんですよ。でもその草コインを難しい中、英語の PDF をね、いろいろ漁っていくと、可能性がないわけではないよねって形で、私の方は当時 YouTube 放送を多分日本人初ぐらいでね、どんどんやっていったと思います。で、仕込まれた方も結構いらっしゃると思いますけども、やっぱり増えてるでしょ、やっぱりこう20倍ぐらいになってるわけですよ。で、しかもそれから10年経ったってわけではなくてですよ。で、基本的には私は体の一択でいいかなと思いますけども、その他では上場している BTC とかイーサリアムとか XRP っていうものを随時、まあいわゆるね、当ててきたわけなんですよね。特に今年は XRP 急騰して儲かったでしょ。で、あれっていうのも今年の3月から6月にかけて裁判の結果が出るっていうことでね、おおよその目論見があって仕込んだわけですよ。で、賛同してくださった方も結構儲かったみたいで、よかったねって話なんですけども、まあそこまで有名なコインではなくても、この冗談みたいなね、草コインでもないし、やっぱり上位コインでもないよっていうふうな、今回はそのよくわかんないね、有名なんだけどちょっと手出すの怖いよねみたいな、柴犬コインに何がしかのちょっとね、チャレンジをしてみようかなっていうところですね。ちょっと記事の方を見てみましょうか。1万円チャレンジ第3弾はって書いてますけども、このサイトを作ってる方ってのはね、こういうのをいくつかやってるんでしょうね。で、ビットコイン1万円チャレンジってのをやったりとかね、リップル1万円チャレンジをしたりとかっていうのをしてるみたいです。で、柴犬コイン現在はコインチェックで買えますんでね、すごく購入が簡単になってます。コインチェックに1万円振り込んで、それで柴犬コインを買えばいいんじゃないですか。柴犬コインが今 0.0014 円とか15円ですから、何百個か買えると思います。それだけでもなかなか面白いじゃないですか。で、柴犬コイン1万チャレンジではレジャーナノウォレットを利用して10年間保管しますということですね。レジャーナノウォレット私も持ってませんので、もしかしたらね、そのウォレットの中に入れるかもしれませんけども、コインチェックの中に放りっぱなしでも私いいのかなと思いますね。で、つまりこの記事を書いてる人はコインチェックの口座開設でアフィリエイト報酬を得るとかね、柴犬コインの保管するべきラジオナノ、レジャーナノで、紹介報酬を得るみたいなことをしてるんじゃないかなと思いますけども、まあ、それはそれでいいじゃないですか。いい活動だと思いますよ。で、レジャーナノで仮想通貨を保管する理由っていうのを書いて、このレジャーナノっていうのをね、販売促進をしてるってことですよ。で、柴犬コインのチャレンジルールってのがあります。だからこういうのに組みしなくても、勝手に1万円分柴犬コイン買ってほっときゃいいっていう感じですからね。特にコミュニティ作ったりとか、どっかの塾に入らなければできないプロジェクトではないってことですよね。で、柴犬コインが当たりそうな理由っていうのもこうやって書いてますね。で、私が思うところね、50万倍っていう実績があるわけじゃないですか。そうなるとボラティリティがむちゃくちゃでかいわけですよ。まあ、つまり、これからもね、1000倍とは言いませんけども、数百倍の上下ってのが起きるんじゃないかなと思ってるんですよ。
で、ここに書いてますね。柴犬コイン。2020年8月。だから、今からね、3年ぐらい前ですよ。こんなとてつもない低価格だったわけですよ。ね、コインデックスに記録されていると。最安値がね、もう何桁なんですかみたいなね。もうほとんど0円みたいなもんなんですよ。で、これが今、桁をぐーっと上げて0.0014円とか0.0015円とかになってるわけでしょ。50万倍っていうのは本当に起きたわけなんですよね。すごいですよね。ぐいっと上がって、それで落ち着いてるわけですよ。私はこの上下の幅、ボラティティに可能性を感じてるかなってところですね。で、これからも柴犬コインっていうのは手に入れやすいわけですが、煽り方によっては10倍とかね、100倍とかって結構なると思うんですよ。まさに煽っていくんですよ。柴犬コインを私は仕込みますよっていうことをしつこく放送して、柴犬コインがどれだけ可能性があるかってことを報じると、だったら1000円分、5000円分、1万円分買っておこうかなっていう人は、最も購買層としては多いはずです。ね。一発100万、500万が買える人っていうのは少ないにしても、これも別に1円でもいいわけで、1円でも結構買えますからね。そういうこと考えると、なかなかね、一発逆転したい人にとっては魅力的なコインになるんじゃないかなと思います。まあ、ですので、これからね、後追いが見込めるってことなんですよ。で、取引所に1万円を買って柴犬コイン購入するでしょ。しかも日本人のユーザーさんにはコインチェックっていうのはとっても進めやすいですから、なんだったらコインチェックのアフィリエイトしながら、柴犬コイン1万円買いましょうプロジェクトってやってもいいと思いますよ。まあ、それをね、2024年はもっともっと強化して、私の方からは放送したいなと思ってます。ね、柴犬コイン。いいんじゃないですか、なんか。イーロン・マスクさんもね、柴犬コインにはちょっと意識を置いてるみたいですし、X の方でつぶやいてくれれば、それだけでボーンと上がってね、利確ができると思いますよ。まあ、10年間ほっといたらって話なんで、もしかしたら消えるかもしれません。暗号通貨っていうのはね、それほどまでに理解が進んでるほど歴史はないですから。だから、一か八かですよ、今回の案件は。一か八かでも、1万円がなくなって知名度になる人ってあんまりないと思うんで、それに比べてですね、当たったらこれが、10倍、100倍、1000倍って話ですから、ローリスク、ハイリターンなのかなっていうふうに思いますね。じゃあ、皆様の人生が大きく開けますように、2023年最後の暗号通貨ニュースをここで終わりにしたいと思います。2024年も暗号通貨で大儲けしたい人、ね、大儲けの根拠は繰り返しますけども、別にありません。ね、暗号通貨はギャンブルですからね。そう思って参加してみてください。だからね、IR なんて、可愛いもんですよ。暗号通貨が地上最大のカジノですから。ね、カジノを否定してる人も暗号通貨やるでしょ。これが一番のカジノですよ。パーになるか、100倍になるか、1000倍になるか。まさにルーレットでしょ。一点賭けするとでかいでしょ、当たったら。そんな感覚でやっていただければと思います。それでは、良いお年を。